ベラクルスはメキシコ湾に面するメキシコ合衆国ベラクルス州の基礎自治体である。ベラクルスはメキシコシティのメキシコ湾側の外交としての役割を持つメキシコの主要な港湾都市の一つである。面積は241平方キロメートル。2005年の人口調査によると人口は 基礎自治体全体で512,310人である。周辺都市を含めたベラクルス都市圏の人口は72,394人であり、メキシコ湾岸に位置するメキシコの都市圏としては人口803,169人のタンピコ都市圏に次ぐ。ベラクルス州の最大の都市であるが州都ではない。市内の砂丘間故障群は ガムサール条約湿地に登録されている。ベラクルスとサンフアンデウルア1518年、当時は島であった。現在のサンフアンデウルア島に初めて、スペイン人ポンキスタドールのフアンデグリハルバが、ベルナルディアスデルカスティリオラと共に戦団を、引いてやってきた。先例者、ヨハネの祭日に、島に上陸したため、サンフアンデウルアを称して、島は、サンフアンと名付けられた。 デウルアは、現地語で、アステカ人を表す、トリ、または、アカルアに由来している。彼らがこの地域での金の存在を察知したため、翌年に、エルナン・コルテスらがやってくることとなる。1519年、コルテスが指揮した戦団が、グリハルバが最初に上陸した島の対岸に上陸した。同年、コルテスは、メキシコ征服の拠点を確保するために、 フランシスコでモンテーホラと共に、現在のベラクルスに相当する場所に、メキシコ最初のスペイン植民都市を建設した。コルテスはこの拠点に、ラビリアリカデラベラクルスと名付けた。ベラクルスは、アメリカ大陸で最初に、議会の設立された都市となった。また1523年7月4日に、バリアドリッドにいたカール5世によって、アメリカ本土で最初に支障が与えられた。 ヌエヴァエスパーニャ建設後、ベラクルスは、大西洋岸側の貿易港として栄えた。アメリカで産出された銀や、マニラガレオンの交易によって、太平洋岸の赤プルコに運ばれた、アジア産の製品を、大西洋岸からスペインへ運び出す役割を担った。1613年10月、長谷倉常長を副市として、仙台藩、伊達正宗が派遣した。 慶長県王使節団は、翌年1月アカプルコに到着し6月10日、スペイン艦隊のサンホセ号で、サンフアンデ・ウルアを出港した。この港は1653年と1712年の2度に、渡って海賊に、占拠されるなど、外敵の襲撃に悩まされた。そのため、港付近の島に、サンフアンデ・ウルア要塞が建設された。メキシコ独立後、 ベラクルスは何度か他国による占領を経験した。米北戦争では、ウィンフィールド、スコット将軍率いるアメリカ軍の包囲攻撃を受けて1847年4月29日に占領された。フランスからは1838年と1861年に侵攻を受け占領された。1873年。 ベニート・フアレスの管理下で建設が進められていたベラクルスとメキシコシティを結ぶ425キロメートルの長さの鉄道が開通した。1914年、タンピコ事件が原因となり、フレデリック・ファンストン将軍率いるアメリカ軍によって7ヶ月間占領された。ベラクルスは音楽や踊りが非常に盛んである。ソンハローチョは、 メキシコ民族音楽とキューバのソンから生まれたベラクルスの伝統音楽である。ディッチー・バレンスのヒット曲、ラ・バンバはソン・ハローチョの曲が原曲である。また、ダンソンやコンパルサなどの人気も高い。繁華街にある大きいマーブル模様のタイルで彩られたアルマス広場はベラクルスのナイトライフの中心である。広場の周りにはバーやカフェが軒を連ね。 毎夜のように広場で繰り広げられる音楽や踊りを楽しむ人々で一杯になる。また、広場に面した場所には18世紀に建設された大聖堂や17世紀に建設された市役所などの歴史的建造物がある。2、3月に9日間にわたって開催されるカーニバルはメキシコ国内で最大の規模であり、かつ最も古い歴史を持つ。また、7月には、 アフロカリベーニョと呼ばれる祭りが開催される。これらの祭りは、ベラクルスの文化とカリブ海諸国の文化との強いつながりを示している。ベラクルスは、国内外から多数の観光客が訪れるメキシコ有数のリゾート地としても知られている。ビリアデルマル海岸やモカンボ海岸などを有するほか、港周辺の散歩コースも観光客を引きつけている。 メキシコシティからバスで5の6時間程度と比較的近いこともあり、特に国内からの観光客が多い。ありがとうございます。